どうもしゅんです。こんにちは。ニスです。こんにちは。今回は総さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は優秀な方の定義および総さんが今まで求職者の方2万人以上面接されてきたのをお聞きしたんですけども、優秀な方々の特徴みたいなところを教えていただけたらなと思っております。ちなみに、はい、優秀な人の定義っていろいろあると思うんですけど、はい、僕が思う優秀な人の定義は、はい、もう勇気がある人と思ってます。ニスさんはどうですか？決断力のある人ですね。勇気にちょっと似てるかもしれない。うんうん、じゃあ総さんは、あんまりこんなこと言っちゃうとしょうもないんですけど、はい、時と場合によるというか、はい、同じ特徴でもやる仕事とかどんな文化の場所で働くかによって、うん、プラスマイナス働くところがあるんですよね。例えば勇気ある人って言ったら無謀なやつみたいな風な場合もあるわけですよ。例えば僕は生命保険会社の人事部長がやってたんですけど、うん、生命保険会社の資産運用なんてあんまり勇気あるやつとかいらないんですよ。なので結構仕事とか文化によって変わってくるっていうことなんで、共通するなんかって言われるとなかなか難しいんです。ベースって感じで、うん、これがあるとすげーぜまではいかない感じかなと思う。ベースとなるってところで言うとやっぱりいくつかあるんですよ、はい、自己認知ができてる。ほとんどのビジネスパーソンでうまくいけてる人ってのは自己認知ができてる、うんうん、自己認知っていろんな能力のベースになってるんですよ。例えばできてないくせにできてるって思ってるやつって価値悪くないですか？変えようとしない、努力しない、勉強しない、だから成長しない、学習能力低いみたいなっていう、学習能力みたいなものに自己認知ってものすごく関係ありますよね。あとチームワークするときに自分の特徴が分かってなかったらポジショニング間違うと思いません？仕事って大体チームでやるわけですよね、うん、自己認知できてないと役割分担間違えてチームプレーを乱す、ぐちゃぐちゃにしちゃう、うん、チームワークも下手くそなんですよね、うん、いろんなものの自己認知っていうのがあって、例えば自分の思考とか価値観みたいなもの、好き嫌いみたいなものって、これやっぱりね知っとかないとダメ で、 そうですね、論理性なんかよりもアンコンシャスバイアスからどれぐらい逃れられるかっていうのが物事の正しい判断とか認識とかがねできるってことだっていうふうに言われてて、論理的思考がないから論理的思考ができないのではなくて、アンコンシャスバイアスから逃れられないからなんですね。物事を見るときに自分の中に好き嫌いとか偏見とかあるじゃないですか。それを投影して物事を見ちゃうと、だから何かをひいき目で見てしまったりとか、逆に落としてしまったりとか、こうなったらいいなっていう願望を投影したりとか、それを見て間違ったファクトからロジカルに導き出した結論って間違ってるでしょ絶対。ロジカルシンキングじゃなくてクリティカルシンキングなんですね。自分の思考というか認識に対して批判的であることができる、自己認知ができてるっていうのはめちゃくちゃ大事っていうか、いろんな能力のベースになってるっていうのが、これが一つ目ですね、はい、でも結構自己認知って難しくないですか？自分のことを客観的に見るってどうやったらできるようになりますか？それはですね、基本的に普通は他者からフィードバックを受けるしかないと思うんですね。いかにネガティブフィードバックを受け入れる需要性があるかどうかっていうのがすごく大事で、だからかどうかは分かんないですけど、僕なんて一応社長なんですけど、バンバンネガティブフィードバックしてくるんで、会社の。いやー、そうそう、もう他者からのネガティブフィードバックがウェルカム感あるっていうのってすごい大事なんですよね。だから偉い人って痛くなるっていうのはすごいことで、偉くなってくるとやっぱり言ってくれる人が少なくなってくるんで、すごい優秀な人のはずなのになんかずれてる人っていうのは、体の王様になるんですか？そうそうそう、そういうことだと思うんですよね。自信持ってるかどうかっていう言葉ってよく使うと思うんですけど、自信ってなんか手垢がついた言葉で、英語で言うならセルフコンフィデンスみたいな、うん、ところが日本語で自信っていう言葉を使ってる時って、どちらかというと自尊心、プライドが高いっていう、これは良くないですよね。自信を持つじゃなくて自己効力感って言葉をあえて使うんですけど、 I am great っていうのが自信なんですね、自尊心なんですね。そうじゃなくて自己効力感っていうのは I think I can なんですね。自分はなんかできそうな気がする、これやったことないけどできそうな気がするっていう、ある種の楽観性だったりとか根拠のない自信、根拠のない自信ってよく言われるようなポジティブシンキングみたいなあのものに近いと思うんですけど、これは結構持ってる人っていうのは優秀で、何か難しいことをやるにしてもストレス感じなかったりとか、失敗してももう一回立ち上がるレジリエンスみたいなものがあったりとか、うん、っていうのにつながっていくんですよね。だから自己効力感の高い人っていうのはいいなっていう、いやめっちゃ壁一重の部分ありますね、はい。
3つ目はですね、意味付け力っていうふうに僕は言っていて、うん、同じ仕事でも楽しくやる人とか、あるいはそこから学ぶことが多い人と、ただ単に言われたことをやるだけでそこから結局何も学ばない人っていうのがいるわけですね。で、例えばお弁当を買ってきてってお願いされたとするのはもう超雑務ですよね。でもできる人っていうのは今日の会議結構偉いおじいちゃんばっかりだと、うん、だから和風なねやつとか量も多くなくていいから美味しいもん買ってこようとかするじゃないですか。で、できないやつっていうのは弁当買ってこいって言われたから油もんのなんか全部油もんみたいな、同じ雑務みたいな仕事やるにしてもちゃんと自分なりに工夫したりとか意味付けをして楽しむとか少しでも学んで帰ってくるというか、うん、みたいなことっていうのはできる。それが意味付け力だったりとか、まあ、セルフモチベートというふうに言い方もするんですけど、仕事が楽しめる人って言ってもいいですね、うんうん、これができる人っていうのはかなりやっぱり優秀ですね。いや、めっちゃ納得があります、はい、っていうのは絶対覚えとかなきゃいけなくて、リクルート、サイバーエージェント、ヤフー、はい、全部落ちたんですよ、はい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 、僕って優秀ですか？シュンさんはどっちかっていうと思い込んだらガーっていくっていうタイプ、はい